ジョイナスは、横浜市西区にある、ショッピングセンターである。相鉄ビルマネジメントが運営している。2015年にザ、ザダイヤモンドと、相鉄、ジョイナスが一つになり、新たな、ジョイナスとなった。相模鉄道横浜駅、高島屋と一体化されており、これら全体で新総鉄ビルと呼称される。当駅ビルは、鉄骨鉄筋コンクリート造りの地下2階。 地上8階建てで、設計は、松田平田設計、施行は、大林組、日立製作所、東急建設が行った。1971年8月1日に、横浜駅、1973年10月10日に、横浜高島屋の増築部分、11月20日に、相鉄、ジョイナスの専門店部分、12月1日に、地下2階、 1974年3月31日に地下1階が開業して、新装鉄ビル第一期工事が完了した。なお、高島屋の建物は当駅ビルより先に大林組の施工で建設され、1959年10月1日に完成、開業。移行数回の増改築が行われ、新装鉄ビルの一部となった。 1978年5月23日の新総鉄ビル第2期工事完成により新総鉄ビル第1期工事開始から9年2ヶ月を経て1978年5月23日に全館完成した。総鉄ジョイナスは人間性の回復をメインテーマとして設計されビル全体の約60%にも及ぶパブリックスペースの広さが特徴となっている。 また、屋上庭園、ジョイナスの森彫刻公園には、約2万本の樹木と6つの彫刻、滝が設置されている。2階には、総鉄線の駅舎が、改札口は1階と2階の合計3カ所にあり、キーテナントの高島や横浜店のほか、全国有数規模の437店の専門店街や屋上庭園がある。新総鉄ビル全体のフロア構成としては、 ジョイナスの専門店街が JR 線側の地下2階から4階にあたり、それ以外のフロアは一部を除いて高島屋となっている。2013年には横浜駅西口地下街のザ・ダイヤモンドと一体化することとなった。当初はジョイナス・ザ・ダイヤモンドとして2016年夏頃まで3年かけ各フロアを 順次リニューアルしていく計画としていたが一部変更となり、一体化リニューアルの完了時期については、半年間前倒しして2015年12月を予定、さらに施設名については、ザ・ダイヤモンドの屋号を廃して、総鉄、ジョイナスに統合することが決まった。予定通り2015年12月1日にリニューアルは完了し、総鉄、ジョイナスに統合された。 ジョイナスが誕生した。しかし、地下1階の食料品売り場では、ダイヤキッチンの名称が使われているなど、ダイヤモンド地下街の名残を残しているところもある。地下街については、同駅の自由連絡通路である、中央通路と直結され、従来は一度階段を上がって下る必要があった。通称、馬乗せが解消された。入会金。 年会費無料のポイントカードとして、ジョイナスポイントカードが導入されており、当施設と、同じく相鉄ビルマネジメントが運営する、相鉄線二股川駅直結の商業施設、ジョイネステラス、二股川や、同駅北口の駅ビル、二股川相鉄ライフとの共通利用も可能である。 横浜高島屋に裁き所入り口マップ https <人気>コロンスラッシュスラッシュグー .gl スラッシュマップススラッシュ N47NWRIE2JUNUKDK8 かつて当地に存在した横浜駅名品台級ダイヤモンド地下街部分に関してはザ・ダイヤモンドを参照高島屋ストア土地に総鉄会館が完成し横浜高島屋が開業 テナントの詳細は公式サイト内、フロアガイドを参照。旧ダイヤモンド地下街部分は、横浜駅、西口地区の15のビルと接続し、一部のビルの地下階には、店舗が存在している。また、共同防災組織として、総合防災センターと横浜駅、西口共同防火防災管理協議会を、設置している。ここでは、地下1階で接続している施設を述べる。 ジョイナス内には、エレベーターは2カ所ある。いずれも日立製で、メインエレベーターは2007年に、駐車場連絡エレベーターは2002年に改修。高島屋江南大天平店のお知らせ、https、twitter.com、押さえ1010 10、ステータス、142系1639兆9327億2493万2611。 ありがとうございます。